こんにちは、リピさん。今回も丁寧な動画の解説ありがとうございます。2本動画をいただきましたけども、まあ、今回はね、ラッキーもなんか舞い込んできてとってもいい結果になったんじゃないかなと思います。まあそういうこともお知らせくださるので、過剰な期待を抱かずにね、あ、今回はラッキーだったんだ、本来ならこのくらいなんだなっていうふうな、こういうふうなね、丁寧な理解もできて非常にありがたく思います。おそらくステーキングプールを運営されている方はたくさんいらっしゃいますけども、ここまで細かくね、透明性の高い情報発信をしてくださる方はなかなかいないと思うんですよ。そしてですね、この声の感じいいですね。とっても聞きやすくって、穏やかで、なんかね、仲良しと会話をしてるみたいな、そんな気持ちになりますね、この親しみやすい声と分かりやすい動画解説、こちらの方もですね、リピさんの非常に重要な特徴だと思います。そして根本にあるのがやっぱり体の枝の希望ですよね。私ね、人類の存在そのものを変えるのがこの体の枝だと思うんですよ。そのことにつきましては、なんでね、人類の存在そのものを変えるかっていうことは、他の動画でも散々言われてきたんですけども、そのうちの一つがですね、たった今この瞬間、例えばですよ、何の能力も才能も人脈もお金もない人がたまたまプレセールで体を買っていた、そしてそれが今ステーキングによってこうね、どんどん増えているというふうな背景を持った、そしたらどうでしょうかね。多分、いろんな形で余裕が生まれてきたりとか、いわゆる中央集権のお金に支配されてない、あのプルーフ・オブ・ステークス、こういったものに関する信頼とか理解がこの世の中の見え方をね、かなり変えるんだと思うんですよ。で、私もプレセールとステーキングのその恩恵を受けてる一人なんですけども、いや本当にね、30億人の人にこの仕組みが手渡されればいいなっていうふうに心から思うんですよ。で、そのために私ができることっていうのは、体ってのがあるよと、体のにはステーキングっていうのがあるよと、これが人類を救うんだよっていうふうに希望を広め続けることだと思うんですよ。そしてリピさんもそれをもっとロジカルにね、ちょっと頭が良くないとわからないところがあるんで、私なんて新聞幹部のところがありますけども、でも大丈夫です。リピさんの細かくて丁寧な解説動画によって、私自身もね、ものすごく勉強になってます。そして体の枝についてきてよかったと思いますし、これから一人でもね、体の枝のファンを増やしたい、それこそ私よく言うんですけども、5000円でも1万円でもいいから買っておけと、それこそね、100円200円で1エーダでもいいからまず持ってみてよ、ウォレット作ってみてよっていうふうに進めるんですよ。本当にそういうところから、小さな一歩から始まると思うんですよね。そしてリピさんのこのステーキングに対するステーキングプールの解説動画、これはね、将来全ての体の枝ホルダーの教科書になるんじゃないかなっていうくらい、とてもね、丁寧で分かりやすいと思います。本当にいつもありがとうございます。ということで、今回はお礼の動画とともに、プラスまだ体の枝にね、触れてない方にはちょっとは興味持っていただけるような動画になったんじゃないかなと思います。それではね、リピさんの動画、ひとまず私の動画概要欄に今回いただいた2本をお付けしておきますんで、少しでもね、多くの方が見ていただけるように願っております。リピさん、いつもありがとうございます。それでは。